くれバルセロナファンは胸を撫でろろしていることだろう2023から2024シーズンも佳境となり、ユーロ2024の開幕が刻一刻と近づいてきた。すでにエントリーメンバーを発表する国も出始めている中、スペイン代表で大きな注目を集めそうなのが、16歳のラミネ・ヤマルと17歳のパウクバル氏だ。共に今シーズン バルサの主力に定着するなど大きな飛躍を遂げていて、ユーロ本大会のメンバー入りが有力視されている。揃ってエントリーとなれば、大きな話題を呼ぶことは間違いないが、懸念材料となっているのが7月から8月に開催されるパリ五輪。23歳以下のヤマルト・クバル氏は、本来いう23チームの要として招集されてもおかしくない選手だ。しかし、ユーロと五輪。 聞くとあるスペイン人選手の悲劇が記憶に新しい。ともに前回大会が行われた3年前だ。20から21シーズンにバルサで頭角を現した当時18歳のペドリは、シーズン後に開催されたユーロでも主力として目覚ましい活躍を見せ、準決勝で敗れるまでの全6試合に出場する。さらにユーロから約2週間後には、東京五輪にも出場し、 こちらも決勝までの全6試合に出場したしかし、年間で70試合以上もプレーしたツケは大きく、ペドリはそれ以降、怪が勝ちになってしまい、現在でも負傷離脱を繰り返している。だが、そんなクレの心配も気用に終わりそうだ。ヤマルト・クバル氏がユーロと五輪の両方に出場することはないと、現地時間5月16日にスペイン紙、ムンド・デポルティボが報じた。記事では、 バルサとルフェフスペインサッカー連盟の関係者が交渉を行い、ヤマルト・クバルシがユーロのメンバーに招集された場合、パリ五輪には出場しないことが確実になったと伝えている。なお、バルサからはフェルミン・ロペスとエリク・ガルシア、今シーズンはジローナにレンタルが五輪のメンバー候補として有力視されているようだ。 ドイツで開催されるユーロ2024で12年大会以来の優勝を目指すスペイン代表はイタリア、クロアチア、アルバニアと同居する B 組に入っている。グループ初戦のクロアチア戦は現地時間6月15日の18時キックオフ予定だ。